だが良かった。教官たちが無事でいてくれて。無事というにはやべえ状況みてえだがな。だからこその僕たちだ。なあ、取り戻すぞ。封鎖された扉。ああ、解除できる端末を探すぞ。よし、解除した。とっとと戻って一気に突き進もうぜ。君たちにはつくづく驚かされるよ。てめえは。先輩、本当に久しぶりですね。聖杯の前じゃろくに話せませんでしたし。一年半ぶりか。遥か昔のような心地だが。ああ、その眼差し、そして尋常ならざる気配。例のやつ連れてるんでしょ、ジョルジュ。ゲオルグです、サラ教官。これはナグルファル、知性としての僕の獲物ですよ。でもよかった、リンさんもセリーヌも無事で。あとは全員で出迎えて合流するだけですね。ああ、このまま突き進むぞ。はい、了解です。これって何やってた。ガンガン行くわよ。どうやら稼働しているみたいですが。わかりません、私の記憶にも。そっか、ちょっと気になるけど。今は後回しにするしかなさそうね。これって封鎖されてる。どこかに解除できる端末がありそうですね。解除したぞ。引き返して扉の先に向かいましょう。そろそろ教官と合流できそうですね。待っていてください。やあ、来たか、熱き血潮の乙女たちよ。あなたは、まさか。その仮面は。可能性は予測していました。とはいえさすがに悪趣味。赤のロスバイセという。乙女たちよ、見知りを決め願おうか。な、何よこれ。 S ウェポンの延長、魔光騎兵ってやつらしいな。魔光兵と飛行兵を合わせて
よからぬ話も聞きますけど。やれやれ、予想通りか。当たってほしくはなかったけど。まあ気づかれますわよね。あの日以来、マスターのなされようにお前が納得していないのは知っていた。でも本当に後悔しない？ここでたもとを分かつことになっても。するに決まってるでしょ。あなたたちのことだって。ですが、マスターに導かれた魂はもう私自身を欺けない。私も手を貸してしまった。世界に滅びをもたらす黄昏、それが意味することを斧が目で見極めると決めたんです。あんた見込んだ通りつうか。行きやよし。私たちの最古参でありながら最年少でもあった筆頭本当に成長したわね、二人とも。で、あくまで年下扱いですか？いろいろと盛り上がってんじゃねえか。マクバーン、まずったな。あんたは出かけてると思ったが。昔っから鼻はいいんでな、おいしい匂いには敏感なんだよ、青の騎士。それにいい感じに混ざりきったやつがいるからな。鬼と菓子、終末の剣を振るって黄昏を引き起こした張本人、灰色の騎士。いや、灰色の鬼、リーン・シュバルツァタイト流の構え。会場要塞で散々お世話になった。それでも覚えていないんですね、私たちのことも自分の本当の名前も。ああ。私にあるのは偽りの名と刺激される役目のみ。叶うことならカセを外して君たちに頬ずりしたいくらいだが。なんかクロウと違って全然変わってないような気が。それとは別に根本的なところで違いがあるみたいですね。ええ、コンパクの巡り方がクロウさんとは違うというか、言い換えれば私たちと変わりないですね。何？まさか青のジークフリード、それに聖女や両兵王と違って。ああ、彼らと違って私は不死者というわけではない。だがこの仮面は私の行動を規定し、潜在能力を極限まで解放する。なんというクンフ。さあ乙女たちよ、始めるとしようか。そしてことほぐとしよう。運命の開口と血湧き肉躍る宴を望むところです。昔からの恩人にしてかけがえのない7組の先輩、届かせてもらいます、アンゼリカさん。先輩、一つ聞かせてください。一体いつからあなたがゲオルグだったのか。あなたはクロウ先輩の死を心の底から悲しんでいた。そんな立場なら内戦の時にいくらでも介入できたでしょうに。なのに全てにおいて後手に回り、クロウの葬儀で帳尻を合わせた。
そのあたりが境目と俺たちは睨んでいるが、どうだ？君たち、そこまで見抜いていたのね。よくわからんが、それまでは別の記憶と人格だったってことかよ。ああ、考えてみれば、アルティナも攻防以前の記憶は消去されていた。そういった書き換えのような技術が黒の攻防にあるのなら。正解だ。クローの死をトリガーに僕はゲオルグの記憶を取り戻した。そして偽りのジョルジュを演じながら君たちに接していたのさ。全ては黄昏を導くために、知性としての使命を全うするために。いろいろ言いたいことはありますけど、今は問答の時間じゃない。そこを通してもらうぞ、ジョルジュ・ノーム。いきなり。この人も本気で立ちふさがるつもりなのでしょう。ああ、それに加えてこいつもおまけしてやろう。負けん、アングバール。あんたが名手ってのから授かったとかいう剣かよ。ああ、外の断りで作られたこの世に存在しないはずの剣。クロー、それに今のてめえなら食らいつけるんじゃねえか。買いかぶりすぎだっつーの。さて、そろそろ始めましょうか。暗き地の底にて待ち得る決別の戦いを望むところ。届かせてもらうぜ、マクバン。さあ、この胸に飛び込んできたまえ。私の番ね。行きます、ノワールクレスト。私の番ね。行きます、私の番ですね。行くわよ。チャンス。続きます。これはどうかな。頑張って、助かります。行きます、そこです。よーし、いや、任せてちょうだい。私の番です。それはい。これはどうかな。すぐに処置します。感謝します。私の番ね。私の番ね。キャン。私の番です。負けないで。ありがとうございます。はい。わ、行くわよ。これ私の番ね。行くわよ。ブリューノク起動、照射。
の番です。行きます。よし。なかなか情熱的だね。悪いけど、君たちはここで終わりだ。そこだ、シグマオペレーション。そこは、ええ、いざ幻想の世界へ。ここからが本番だよ。レメディファンタジア、ご清聴ありがとうございました。カラス、助かる。私の番ね。私の本気に、さあ本気で行くよ。カラドボルグ起動。これで終わりだ。任せなさい。任せてくれ。崩れたぞ。続けていくよ。あはあ、さてと、アークス駆動。ええ、アークス駆動。それ俺の番だ。続けていくよ。任せてくれ。そこだ。なんだって。チャージする。サンクス。さてと、眠って。何、私の番ね。僕の番だな。やれやれ、ずいぶん粘るね。ギバリー、お前にも覚悟してもらう。残念だけどここまでよ。ニエとしての力も見せてもらうぜ。
お返しだ。あたしの番ね。さあ気合を入れなさい。頼んでませんわ。こいつはどうだ。動くな。無理。行くわよ。最後まで盛り上がると。クロスリベリオン。クロてめえ食らいなさい。プリズムキャリバー。
タイミングで。ここは任せなさい、シュワルツァー。あんたの大切な人たちはすぐそこまで来ているわ。理性も名前もなくしてなお何を求め剣を振るうか、己自身と向き合ってせいぜい見極めてみせろよ。先行するがよい。ユナ、アルティナ、ネゼ、ここは私たちが食い止める。リーンさんはすぐそこですが、何かに飲み込まれかけています。でもあなたたちなら大丈夫、きっと取り戻せるから。了解しました。お言葉に甘えます。ドールズ新七組先行しますね。ここまでとは。行きたまえ、クルト、アス。ここは僕たちが食い止めるから。リーンは何かに飲み込まれ自分を失っているようだ。せいぜいお前たちで活を入れてやるがいい。引き受けました。あんたらの分までお見舞いしてやるよ。